なんでこのチャンネル始めたんだろうってすごく落ち着いて振り返ってみるとですね、落ち着きたいっていうのがすごい一番最初にあったなって思ったんですね。っていうのも大学卒業してただ無意味に卒業証書だけをもらっておめおめと実家に帰ってきたあの時に思っていたのが会社で働くとかじゃなくて家の中でこもってたいとでそれでのんびり家で座禅でも組んで修行しながら悟りを開きたいなとそのくらいのことをふんわり考えてましたね。だから落ち着きたいっていうのがすごくあったんですね。もう気持ちもめちゃくちゃで、体もなんか当時は体壊してましたからね、いろいろね。だから体も治ってなんか無事でいたいという、それが先だったんですね。それでかといって仕事をしないわけにもいかないだろうと、自分で収入をね、自分の飯代ぐらいは稼げるくらいじゃないと一応親からも見ても心配やろうとやはり思うわけだし、自分でも不安だから、じゃあ なんとか飯代ぐらいまでなんとかしようと思って、でだからそれで自分のできることを振り返ってみて、じゃあかなっていうことになったわけですね。だからどっちかっていうと、俺は絵で身を立てるぞ、俺は絵が大好きなんだという始まりじゃなくって、根本的な動機が落ち着きたい、やっぱこれが真っ先に来るんですね。で今どうなってるかっていうと、割と落ち着いてるんですね。おかげさまで実家で起業させてもらって、飯代ぐらいは稼げてると。で一応締め切りは自分で作るんですけど、できる分だけ原稿やって、配信、土曜日だったら配信してっていう感じで自分なりのペースでね働かしてもらってるんですね。もしかしたらみんなは、このチャンネル見てくれてるみんなは、やっぱり絵描きとしてどう生き残るのだろうかとか、お絵描き YouTuber 今何やったらいいだろうかとか、そういう生き残り方とかね、そういうことをすごく私の口から聞いてみたいのかもしれないんですけど、あんまりね、もちろん知ってることはたくさん喋りたいんだけど、生き残るぞオラーとか、サクセスするぞ成功するぞうおーっていう、なんかこの油ぎったものみたいなものって多分ね、私のチャンネルからねあんまり期待できないんじゃないかなと思うんだよね。っていうのも、こうやったら儲かるぞみたいな発信をしてもね、私はねみんなの毒になると思ってるんですね。儲かるからやるということで、それで別にピチピチして元気で生きていけるんだったら別にそれはそれで構わないんだけど、そういう生き方ってね疲れると思うんだよね。私がみんなに提供したいのはそういうギラギラしたものじゃなくって、やっぱり落ち着きなんですね。みんなに落ち着いてほしいんですね。なぜかというと、私が落ち着きたいからなんです。なんでこの仕事やってるか、なんで今の暮らしの状態になったかっていうと、ただ一つ落ち着きたいからなんです。毎朝決まった、朝何時までに起きて会社に行って打ち合わせしなきゃとか、今日あそこは明日仕事根室だから車で釧路から、2時間半かかるとかね大丈夫かなとか、運転眠いとか、いろんな、本当にいろんな心配しながら生きていくのが本当に嫌だから、落ち着きたいっていうのがすごくある。で毎日新しいすごい新鮮なことをどんどんやろう、もうめっちゃ、もう次あそこ行って、あっち行って、こっち行って、次こんな金こんな儲け話をしてとか、どうしてもねそういうのは疲れるんだよね。だから落ち着きたいんだよね。だからそういうことで今結局どうなってるかっていうと、朝
朝起きたらコップ一杯の水を飲んで朝30分散歩した後は30分座る瞑想をして、ちゃんと続いてるんだよ瞑想も。で、あとはあの川のせせらぎの BGM と鳥のさ、あのなんか鳥のチュンチュンっていう声を聞きながら BGM を YouTube で流しながら原稿をやって、まあ夜はあお疲れ様でしたって言ってスプラトゥーンのガチマに潜るんで、で11時ぐらいまでには寝るみたいなことをやってる。毎日ルーティーンといえばルーティーンっていうか、すごい派手なことは私の一日の中で起こらないんですね。だからまあそういう暮らしが好きなんですね結局は。多分もう今日は何が起こるかなとか、すごいもう土着そのハプニングみたいな人生にあんまりしたくなかったんだと思うんですね。あのもちろん退屈は嫌なんだよ、退屈は嫌なんだけど、落ち着きがないのはもっと嫌なんですね。だからもちろんあのもなんかすごい金稼ぎだとか、こうやったらツイッター伸びるぜとか YouTube 伸びるでっていう話をみんなは聞きたいかもしれないけど、そこに私が期待する落ち着きはないし、みんなに発信したい落ち着きもないんですね。だから落ち着いてくださいと言いたいんですね。で、あの落ち着いて絵を描く楽しみとか、なんかそんなに怖がらなくてええんちゃうかとか、そういうことにはたっと気がついたら、そしたらあの次の新しいアイディアっていうのをなんかあなた自身から出てくると、こういうことを期待したいんだよね。あのひらめきの前に必ず落ち着きがあるんです。あのそれは信じていいと思うんだよね。あの慌ててどうしようもない人が、あひらめいたとはならないですね。どうせあのあったかいお風呂に肩まで使って、あっていうタイミングなんですね。あの何かが分かる時とかっていうのはね、私はそれを期待してるんです。だから私のあの技術的に知ってることとかね、あのなんか何なんでそんなに落ち着けるんですかとか、あのそういうことをあの私が知ってることはみんなにもちろん教える。だけどあの本当に君の問題を解決するのは君なんだわ。あのやっぱりなんかそこの一歩手前の話を私は実はしてるし、してきたつもりないよね。だから自助努力なんだ、自分を助ける。自助努力のテイストがやっぱり先にあるっていうのは分かってほしい。まあで本人が落ち着いたら、そこから一個ずつ問題はあの解けていきますよ。やっぱりあの自分の問題は自分が当事者だから、あの落ち着いたら、あじゃあとりあえずこれやってみましょうとかね、問題は見えるんですね。ツイッター絵が伸びないよということであれば、一回じゃあ落ち着いて今まで投稿したやつで一番伸びてるのなんだろうって思って遡ってみて、そしたらこのなんかこの組み合わせで書くとなんか反響があったなとか、そういうのを見つけると、じゃあこのこれの味付けをちょっと変えてやってみようとかね、か自分なりに何か糸口が分かったりするんですね。だからあのそこの先の落ち着きですね。なんか、これさえやれば大丈夫っていう、この、これだけがね、ないのよ。ないっていうことは、とりあえず落ち着いてみるぐらいしかないんですね。だから、そう。YouTube も、あれなんですよ。あの、お絵かけ YouTube、これから始めようと思うんだけど、なんか戦略ありますかって聞かれたら、じゃあ、あの、イラストのメイキングだけとか、あげてみて、見てもいいんだけど、メイキング系ってどうしてもなんかたまに当たるかもしんないけど、一回当たってすぐ飽きられるとかっていう感じでかなり波があるから、長期的にやろうって思うんだったら、あの絵の練習とかもメイキングとかも撮ってもいいんだけど、なんか他の自分、例えば世界史興味あるとか地政学興味あるとか数学でも何でもいいんだけど、そういう面白いエピソードを自分でなんか調べて突っ込んでやってみて、見てそれを分かりやすくまとめた動画を自分のイラストを添えてあげるとかっていう教養系の YouTube の動画の方にパラメーターを振ってみるっていう
ことを やるとか、そういう感じで自分の絵足す何か君の興味あるものっていうことで掛け算していった方がうまくいくだろうと、まあこのくらいの話は一応できるんだけど、でもまあその自分の個性を掛け算で増やしてオンリーワンの人間になるんだ、100万分の1の人間になるんだっていう話って、私の今新しい話じゃなくて別にホリエモンさんとかなんかいろんな人が言ってることだからね。だからなんか私があえて大きい声で言ってもいいけど、まあなんか どうかなという感じだから、うん、そうだから、そういう多分そういう性格です。だから、落ち着きたい人はうちに来てください。ちょっとだけほっとすると思います。っていう感じで、これからもこのチャンネル一応やっていこうと思います。このチャンネル、多分来月の5月の真ん中ぐらいで、多分 Y のこの、めんこいペロペロアバター、このアバターの姿を晒してからの活動が、多分、来月でやっと3周年くらいになると思うんですよね。まだ3年しか経ってないんですよ。でも実は2018年から始めたから。だから、なんか、そうだなぁと思ってます。なので、派手なチャンネルじゃないんですけど、これからも、応援してくれたら嬉しいです。私もちゃんと瞑想して落ち着いた人間になろうと思います。